こんにちは。本日は様々なダイエット法を試みてきたけど、なかなか結果が出ない。またこの年末で忘年会などを控えているという方に、食欲を抑えるツボをご紹介しようと思います。一つ目のツボはこちら、チソウです。チソウはここの口角があると思うんですけど、口角の端っこ、唇の端っこ、ここがチソウになります。でね、ここのチソウって漢字見ていきますけど、このチっていうのは大地を表します。このことから大地からいただく作物や食べ物を指します。でこのソウという字、ソウは食べ物を貯蔵する倉庫のことを意味します。よってこの壺は食欲と大きな関係があるために、空腹を感じた時や食事前にここを刺激すると食べ過ぎ防止になります。でここの壺ね、食事の前、15分前ですね、に刺激するようにしてください。また地層はここね、この口の周り、地層、胃の状態を知るバロメーターとも言われています。胃の状態を知るバロメーターね。胃腸の状態が悪くなると、この場所に湿疹や吹き出物が出たりします。皆さんも便秘になると口の周りにできものができると聞いたことはないでしょうか。これが胃腸のバロメーターで、地層のところに、症状が出るということになります。では地層のツボの位置と押し方についてお教えしていきたいと思います。で地層の位置はもう本当簡単です。ここの口角、唇あると思うんですけど、口角の端っこ、ここが地層になります。だからここは本当簡単です。でここをこのように人差し指で押していただいて、まっすぐこっちに押すというよりちょっと斜めにクッと押します。まずね、口元をクッてこうやってね、こう口角上げてください。口角上げた状態でこうやって押して、押さえて上に押します。そうすると止まるところがあります。まあ、口角上げるとちょっと筋肉張っちゃうんで、このままでも構いませんけども、この状態でクッてやると止まるところがあると思います。ここが地層になります。ここをこのように3秒かけて1、2、3って押して、緩めて2、2、3、緩めてという形で10回行っていきます。では皆さん準備してください。ちょっとね、グッと思いっきり上げるより軽くこうちょっと口角上げるような形にしていただきます。軽く口角上げてください。軽く口角上げて、ここの唇の端にこの指、人差し指を当てます。この状態で3秒間グッと押して戻してを10回いきます。じゃあ皆さんいきますよ。口角手当ててくださいね。せーの、1、2、3、2、2、3、斜めより押しますからね。3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3。このツボはですね、顔のむくみを取ったりだとか、リフトアップ効果、あとほうれい線を消すっていうことなんかにも使えるので、美容的役割もありますし、食欲を抑えたい時にもぜひ使えるので、ぜひとも皆さんたくさん押してみてください。はい、続いて2点目はこの起点ね、上の点って書いてますけど、ウェルドね、ウェルド点、これね、上を解消するという意味のツボになります。起点は少しの食事でも上を感じなくしてくれるツボということになります。つまり少しの食事でもお腹が空かなくなるということは、ダイエットにいいツボということになります。よってこのツボは食欲を抑制、それから食べ過ぎの時の調節のツボとして知られています。こちらのツボ、食事の15分前に刺激すると満腹中枢が刺激されて食べ過ぎ防止の効果があります。ここね、では起点のツボの位置と押し方を教えていきたいと思います。ではこのようにちょっと耳が見えるようにちょっと横向かせていただきます。でそうするとここの耳の前にこうやってなんかこう出っ張ったね、丸いやつがあると思います。ここ耳珠って言うんですけど、耳の真珠って書くんで、実際ここに真珠があるように見えると思いますね。耳珠、ここの耳珠のちょうど前、そうするとここへこんでます。ここが今回の起点になります。ちょっとね、位置がちょっとずれちゃったらすみませんね。ここの前、この辺、ね、これが起点になります。でここを人差し指でこのように押していきます。1、
2、3、離して2、2、3、これね痛気持ちいいぐらいの強さで押してください。じゃあ皆さんもね一緒に壺押しを行っていきたいと思いますので、実際皆さんちょっと壺の位置確認してやっていきますよ。ここをね、耳の前に出っ張りがあります。これ侍従って言いますけど、侍従の前にこうやって降りるとボコってして、ボコってかへっこんでます。ここに人差し指やってます。でついでなんで両方一気にいっちゃいますよ。でこれで痛気持ちいいぐらいの強さで3秒押して離してって10回行っていきますからね。じゃあ行きましょう。せーの、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3。でここね、つぼ押し、今指で押しましたけど、今ね、ここに用意したんですけど、シャーペンがね、シャーペンとか爪楊枝でね、ここを刺激してあげてもいいです。ちょっと今こうシャーペンでこうやってやりますけど、シャーペンこのように持って、ここの部分をこうやってツン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 こうやって刺激します。ツン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 こうやってね。でこれも結構食欲を抑えたりね、できるので、ぜひ皆さんもツボをした後にここ爪楊枝とかシャーペンでね、食事の場で食欲を抑えたいっていう人がやっぱ多いので、爪楊枝なんかにツン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 って刺激するだけでもいいので、なんかちょっと食事する前にちょっとトイレ行ってきますって言ってツンツンツンって言ってちょっとね刺激してあげると、かなりおすすめですからね、ぜひ食事の場所でもやってみてください。続いて3つ目のツボはこちら、不要になります。でこの不要はですね、食べ過ぎてしまった時の不快感を抑えるツボになります。でこの不要の不は否定を表します。要は容量を表します。つまりもう受け入れられないということを表します。つまりもう食べれないとかね、そういう意味になります。そのため食べ過ぎた時にこちらのツボを押すと胃の不快感が収まってきます。忘年会などの暴飲暴食した時にはおすすめです。食事以外にも飲み過ぎた時にも使えるツボになりますので、ぜひこのツボを押してあげてみてください。では続いて不要のツボの位置と押し方について見ていきたいと思います。まずここのこのようにね、肋骨あると思いますけど、ここの先端がこういう風になってる、ここの先端が溝落ちです。溝落ちを触っていただいて、これ今私この溝落ちありますけど、ここから指3本分下のところありますね。この3本分から横にまっすぐ行くと肋骨にぶつかると思います。ここが不要です。まあ1、不要っていうツボは押し方としては、押し方っていうかね、位置としては溝落ちから指3本、外に3本っていう風になってるんですけども、外に3本というよりはこのまま下に3本行って、そこの場所から外に行って肋骨にぶつかるところっていうところが不要という風に覚えてください。でちょうどここになります、私のね、ここの、溝落ちから指3本下で、そこからまっすぐ行って肋骨にぶつかるところですね。肋骨にぶつかるところが不要になります。でここを指3本、中指が当たるようにしていただいて、このように当てます。でちょっとね、肋骨の中に入れ込むよ、ぐっと中に入れ込むような形で、ちょっと今シールね1個しか用意しなかったんで、もう片方も同じところを押さえていただきます。このようにね、で中指が当たるようにしてください。中指が当たるようにして、息を吐いた時に3秒かけて押していきます。ふーっ、1、2、3、吸って2、2、3と押していきます。じゃあ皆さんも一緒につぼ押しを行っていきたいと思いますので、ご準備ください。まず溝落ち触ってください。溝落ち触っていただいたら、指1本このように残して、指3本をこのように下に置きますね。3本置いたら、そこの場所から横にグッといったところが不要になります。でそこに中指を、両方の中指を当てます。でね、ちょっとね、肋骨にこう中に入るようなところです、グッと中に入るようなところに押してください。骨の上にならないようにね、こうなってたら骨の上を押すんじゃなくて、中にこうやってね入れ込む形のところを押してください。じゃあいきますよ。中指3本当てて押していきますんでね、10秒、
3秒かけて、息吐いた時に3秒かけて押して10回押していきます。では行きます。せーの、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3。このツボね、食べ過ぎてしまったとか暴飲暴食で気持ち悪い時に押さえるツボなんですけど、ここ強く押してしまって気持ち悪くなる方は軽めに押してください。で、全然そういうのない方はちょっと強めに押していただいた方が効きます。で、このツボね、それ以外にも胃もたれとか胃痛などにも使えるので、そのような方にもぜひ実施していただければなと思います。では続いて体操方法を教えていきたいと思います。で、お腹がすくっていうのは副交感神経が優位だと胃腸の働きが活発になるのでお腹がすくんです。なので交感神経を優位にしてあげればお腹はすかなくなるんです。なので特に何だろうな、まあ皆さんこういう経験あるか分かんないんですけど、仕事して一生懸命頑張ってたら、ああもうお昼過ぎてもうこんな時間じゃないなんていう時あったことあると思うんですけど、ああいう時ってもう、ああ全然食欲って出ないですよね、忙しいから。っていうのは交感神経優位になってるからなかなかお腹空かないんですよ。なのでお腹が空いてきたなっていう時に交感神経を優位にさせてあげれば食欲は収まるんです。なので今回はすごく簡単に交感神経を優位にさせて食欲を抑える体操法をお教えしたいと思います。もうそのまま簡単に食欲抑制体操っていうふうに名前つけましたけども、ぜひねこれ皆さん簡単ですから、ちょっとお腹すいたなっていう時にまずこれをやってください。で、これのサイクルをつけていただくと あんまり食べずに済みます。やっぱりね、痩せるっていうことを考えた時に運動ももちろん大切ですし、つぼ押しも大切なんですけど、食事を抑えるっていうのが一番大切なので、いかに食欲を抑えるかが大切です。じゃあ実際に運動法をやっていきたいと思います。これも本当簡単です。まずね、1分間だけね、このように前後に手を大きく振ります。こうやってね、1分間、今ね1分間やるとちょっと時間長くなっちゃうんで、皆さん30回だけ思いっきり手を振ってください。いきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。で、皆さんは実際1分間やってください。で、この後にすぐさま、スクワットいきます。スクワットも10回。じゃあ皆さんもしゃがみ込んでください。このようにね、しゃがみ込んで普通にスクワットいきます。10回、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、このように、本当に簡単、手を振ってスクワットをするっていうだけで体が今私ポカポカしてますけど、そうすると交感神経優位になります。で、この他にももも上げ1分間やるとかそういったことでも交感神経優位になりますので、お腹すいた時にこのようなことをする、もう本当どんな運動でもいいんですけど、ちょっとした運動をするっていうことだけでもですね、結構食欲って収まりますから、ぜひ皆さんもお腹すいた時にやってみてください。では最後にダイエットしたい方へのアドバイスになりますね。一つ目はお腹がすいた時に歯磨きをする。歯磨きには口の中をすっきりさせ、食べ物を食べたいという食欲を抑える作用があります。また歯磨きをすることにより食事が終わったと脳を錯覚させることができます。 2. 空腹を感じたら手を前後に30回振る。運動することにより肝臓から血糖が分解され、血糖値が上昇し空腹感を生じにくくさせます。3. 食事前に温かいお茶や白湯を飲んで食事をする。基礎代謝を上げることができるので食べたものを燃焼しやすくなります。 4. よく噛んで食べる。30分かけて食事をすることにより少ない量の食事でも満腹中枢を刺激することができます。これでよくわかるのが、
フランス料理とか時間かけてゆっくり出てきますし、で量はあんまりないのに結構お腹いっぱいになりますよね。なのでなるべくゆっくり食べてください。よく噛んでゆっくり、ね、食べてください。5、水多く飲む。水分を取ることで脳に食事をしたと勘違いさせ、空腹感を紛らわせます。でこの冷たい水取っちゃうとダメなんで、温かい水をたくさん飲むようにしてください。36度ダメだ、そうですね、常温より温かくしてください。ぬるま湯ぐらいにしてください。6、日光に当たる。冬になると部屋に困ることが多くなります。天候も雪などの影響で日光に当たる時間が減ってしまいます。日光はセロトニンという食欲抑制ホルモンの分泌をアップさせる働きがあるんです。つまりセロトニンが減ると食欲がアップしてしまうことになります。7、食べるものを意識する。体温より低い食べ物はまず食べないにしてください。36度より冷たいもの、フルーツとかサラダとかお寿司とか、体温より低いものは食べないにしてください。またセロトニンという食欲抑制ホルモンの元となるトリプトファンが多い食材を多く取るようにしてください。トリプトファンの多い食事としては納豆、味噌などの大豆製品だったら何でもいいです、豆乳でもいいですけども、お肉や魚または乳製品などに多くトリプトファンは含まれていますので、このトリプトファンがセロトニンの元になります。セロトニンというのは食欲抑制ホルモンですね。なのでそのようなものを多く摂るようにしてみてください。8個目、運動をする。1日30分の歩行が重要です。その際にいつもより早く歩くようにしてみてください。早足で歩く。運動量が上がるのは基礎代謝を上げる必要があります。基礎代謝を上げるためには体温を上げることが必要です。また体温を上げるには筋肉量が必要です。下肢の筋肉は全体の 70% と言われているため、歩いて筋肉量を増やし体温を上げ、その結果基礎代謝を上げて痩せる体にするのです。9、食事を減らす。冬は基礎代謝が1年で最も高くなる時期です。そのため食事量を注意すれば最も痩せやすい時期となります。炭水化物の量を減らすなどしてみてください。例えばお茶碗を小さいものに変えてみるなどおすすめしています。我々は小さい頃から残してはいけないと教えられてきているため、残さないように食べる習慣がついているんです。なので最初から少ない量にしてしまえば満足してしまうんです。しまう錯覚を利用します。しかし今までと同じ茶碗で少ない量を食べていると脳が満足しません。なのでなるべく小さい、ね、子供用のお茶碗とかを用意していただいて、それに普通量を用意して、ね、普通の量でよそっていただくと。そうすると目や脳が錯覚してしまうので満腹感が得られます。で大きい茶碗で少しずつ食べてるとストレスが溜まってしまうので長続きしません。なのでまず茶碗を小さくしていただいて、それを普通盛りによそっていただいて、先ほど同様ゆっくり噛んで食べるようにしてみてください。で続いて10個目、痩せたらどうなりたいか。家の中に張り紙をする。人間は意志がとても重要です。そのためいつも家の目につくところに痩せたらどうなりたいかを見えるところに貼ることで意思が継続しやすくなります。例えば痩せたらこんな水着着たいとか、何号のお洋服が着たいとかね、痩せたら誰かに告白するとか、そういう風に何かね、痩せたらどうなりたいかっていうのをちゃんと書いてください。また食べ物を口に入れるのも自分の意思です。意思をしっかりと保ちダイエットを成功させてください。当院では運動法と代謝を上げるためのダイエット針っていうのも行っておりますので、なかなか自分で結果出せないよという方は当院にご相談ください。また今後もこのような動画配信を行っていきますので、チャンネル登録、それからいいね、コメントお待ちしてます。またこのようなツボ押しの、疾患、こんな疾患に対してのツボ押しを教えてほしいよということがありましたら、ぜひともコメント欄にお書きいただけると助かります。それを参考にしていただいて、今後の、動画の作成
に利用させていただきたいと思いますので、ぜひご協力ください。